砂島店で笹山店長と一緒に仕事させてもらってました大野と申します。そうですね、1年間本当に笹山店長の背中を見ながらというような形で職員がまずやらなきゃダメだというふうにおっしゃられまして、その通りすごい仕事を始めに取っかかりが必要ということで、初めにあったのが PH コンテスト1位取るといったところで、初め洋館ですか、洋館をドーンと呼びまして、それが今まで60位とかね、そういうお店だったんですけど、80位とか近いお店がいきなり1位を1つ取ったと思ったら2つ連続で取りまして、でこれはいけるんじゃないかっていうような雰囲気にまずなったというのが、ね、とても印象的でした。で、1つあったのがさっきも言いました職員が頑張らなきゃいけないよって今話に出なかったのはそれがありまして、盛況は、パートさんにね仕事を振って、それでやる気を出させて、モチベーションを上げていくんだというようなスタイルですけれど、が多いと、そうやれと言われていることが多いんですけど、実はね職員が頑張らなかったら誰もついてこないんだというところがよく私は言われて、で見ていてもそうなので、それで頑張ろうという形で言ったのが一つ印象的でした。あともう一つはですね、さっきから何度か紹介ありましたけど、総括をきちんとするということがいかに自分自身のレベルを上げたりとか、あと先々の戦略を立てられるのかなというところで、私は長谷川さんのことを総括をまず書けない人間だったので、でもこれだけずっと私は展望経験長いんですよ。でも知ってることは橋山さんの方が全然いっぱい知ってるんですね。でそれは何かというと、総括を長年毎年毎年やりながら積み重ねてきたことが体験になっているといったところが、ありまして、でこういうことで言うと問題発言になっちゃうかもしれないですけど、この5カ年 の、これからやっていくんだという話がありまして。